トマス・タリス、トマス・タリスは、16世紀イングランド王国の作曲家、オルガン奏者。青年期には、ロンドンの教会や、ウォルサム・アビー修道院のオルガン奏者を務め、カンタベリー大聖堂での職を経た後、1542年より、王室礼拝堂のオルガン奏者となった。1572年からは、弟子のウィリアム・バードも、王室礼拝堂に着任し、同僚として、共に働いた。 タリスの仕えた国王は、チューダー朝のヘンリーパッセイ、エドワード6世、メアリー1世とエリザベス1世である。カトリックとプロテスタントが激しく対立する宗教改革の時代に生きたため、ラテン語及び英語による作品が残されている。残された作品の数は少ないが、素朴で美しくつつましい感情が表現されている。タリス自身はカトリックであったが、 プロテスタント向けの英語の詩で作曲されている。1575年にタリストバードはエリザベス女王から古戦士に音楽を印刷するための許可を得た。タリスはまたエリザベス女王によって年30ポンド相当の収入が得られる土地を与えられた。この時期のオルガンはショートオクターブもまだ用いられていた時代なので器楽作品から地味で目立たない印象を与えることが多い。 しかし、タリズが名声を決定的にしたのは、四十世紀のモテット、我、何時の他に望みなしのような過剰多生学曲である。火星的には単純でも、聴取の限界を超えた西部が、幾重にも重なり、他にありえない荘厳さを生み出す。後半、バス西部の完全四度進行の反復が、宗教的な瞬間の喪失に成功しており、数度のゲネラルパウゼで聴神経が、 一挙に引き締まる。この時代には当然火星理論は確立しておらず、同時代のイタリアのルネサンス音楽よりも簡素な大宝の下で自由に戦法内の音を選べたが、ゆえの表現であった。1567年に書かれた大主教パーカーのための詩編曲の第三曲の旋律は、後にボーン・ウィリアムズがトマス・タリスの主題による幻想曲に用いたため、特に有名になった。 また、この第9曲は、タリスのカノンという別名を持っている。イギリスを代表するルネサンス、音楽声楽アンサンブルであるタリス・スコラーズの名は、タリスに由来する。ありがとうございます。